川口和久、川口和久、川口和久、1959年7月8日台は、鳥取県鳥取市出身の元プロ野球選手、投手、野球解説者、タレント。鳥取市の吉岡温泉で旅館と食堂を経営していた家庭の男ばかり三兄弟の罰子として生まれる。兄たちの影響もあって、早くから野球を始め、 湖南小学校4年生で少年野球チームに入った。当初は一塁手種だったが6年生で当初になり、コナン中学校では市大会で優勝する原動力となった。味方がエラーをしても怒らずに慰めるなど冷静な当手だったという。速球派当手として注目され県内の各高校野球部から誘いを受けたが、鳥取城北高校に進学。 一年生秋の鳥取県大会で3位に入って、明治神宮野球大会に出場し、1回戦で関東代表の作新学院に1対3で敗れた。これをきっかけに県外遠征も増え、2年生となったの春季、中国大会では黒田真次を擁して、同年の第48回選抜大会で優勝した、ストック高校を8回まで1失点を抑える高等を見せ、 破れはしたもののプロのスカウトから注目を集めるようになった。同年夏の鳥取大会では優勝候補と見られていたが死球を連発して2回戦で破れ大きなショックを受けて野球に対する考え方が厳しくなったという。3年生になると松本正史や田辺半分と共に高校左腕三馬ガラスという高い評価を受けていた。NPB の19段から獲得を打診され、 1977年度ドラフト会議にて、ロッテオリオンズから6位指名を受けた。プロ志望だったため入団を周囲から勧められたが、まだ自信がないとして断り、高校野球部の監督と同じ鳥取成功の OB が監督と部長を務める社会人野球のデュプロに進んだ。なお、ロッテからは契約金3、500万円を提示されていたという。しかし当時のデュプロは、 自社のグラウンドがないなど環境は厳しく、平日は朝から夕方まで自動車を運転して営業の業務を行い、野球の練習は夜の2時間半だけだった。入社2年目のには、初先発の対末した電気戦で、バスターの構えから本塁打を打たれて、自信をなくし、高校時代に膝を痛めていたのに走り込みを強要されそうになったこともあり、一時は待望真剣に。 検討した。しかし翌年までプロ入りできないため、もう一年続けることを決めたという。地区大会などで高騰して、注目を集めたが、広島入りを希望しているという噂を聞いてみした、スカウトの小馬京から高い評価を受け、ドラフト外で取るので、注目を避けるため故障ということにして一年間、投げないでほしいと頼まれた。対応の監督のベッドを薫るが来た時も痛みをアピールし、 これによって、故障を信じる関係者が増えたという。当時のデュプロの社長は、元海軍軍人で野球が大好きな鬼社長。試合に負けたらアレッカのごとく怒り、野球部全員を一列に並ばせて、ケツバットを浴びせた。どこも痛いところはないのに嘘を突き通すのは、気が引けた。1980年度ドラフト会議にて、原辰則を抽選で外した広島から一位指名を、受け、 契約金と年俸それぞれ3、300万円、360万円、いずれも推定で入団契約を結んだ。契約金に関しては後に本人がテレビ番組出演時に3、500万円でサインしたと明かしている。先の事情から親にも会社にも広島からドラフト外で取られることは話してなく、マスコミも指名されるとは知らなかった。外れとはいえ、 ドラフト1位の指名に、お宅の社員に、川口さんという人はいますかと、当時デュプロ本社から50メートルのところにあった、読売テレビが、言い合わせしてきて、すぐに、デュプロ本社にテレビクルーが押しかけてきた。指名された時は、職場で、売り上げのグラフを書いていて、バタバタと気品質で急遽記者会見が行われ、作業服にデュプロのジャンパーを着た、川口の姿が、 全国放送に映し出された。先が細い作業服に、トンボメガネの川口のいでたちにカープファンからも、どこの馬の骨じゃと、後で言われた。デュプロ初のドラフト1位指名に、社長も大喜びかと思いきや、結婚の時にはお宅の娘さんをくださいと親に、挨拶をするのが常識。ドラフト指名するなら、普通会社に挨拶ぐらいするだろう。広島というのはどうしようもないチームだ。 突然来て、指名できるのは、キャバレーだけだ。お前はプロに流行らん。と、記者会見で幕し立てた。スカウトのコバが会社に挨拶に行った際も、このキャバレー理論で即座に追い返された。しかし野球大好きな社長は内心は、喜んでいて、若干揉めたが無事広島に入団した。現役時代は、セントラルリーグで一貫してプレー。日本プロ野球において、 外国人選手でも珍しい左投げのスイッチヒッターであった。高校までは右で打っていたが、利き腕の左肩にレッドボールを受けて、当時の監督に左打者に強制させられ、プロでも最初は左で打っていた。1九9四年のタイヤクルト戦で石井和久の頭をめがけて飛んで、ボールにひっくり返って頭を地面に強く打ち、脳震とを起こしてから、左投手には、 右打席に立つようになった。実際、年に1回は、猛打賞を記録し、左右ともにヒットを打ち、現役18年間の打撃成績は797打数128安打3本塁打である。プロ1年目のは、オープン戦から落ち着いたマウンド裁きを監督の小場、武氏に評価されていた。すぐに1軍に登録され自信を持っていたが、 初登板となった4月10日の対中日戦で、左打者相手に気を折れながら二塁打を打たれ、二軍で調整したいと志願した。これは却下されたが、6月頃には、キャッチボールを見ていた山本浩二に投球フォームの癖から、すべての球種をあっという間にカンされ、恐怖を感じたという。同月の大半新戦で投手の山本和幸に満塁本塁打を打たれて二軍落ちし、 大下武氏や大石清氏によって徹底的に走らされた。一方で厳しい練習を乗り越えたことで自信がつき、入団2年目のは7月8日に一軍に昇格して7月15日にはぎっくり腰の福祉継承に代わって先発を任され、この試合でプロ初勝利を挙げた。9月2日の対中日戦では4アンダカンプーで初関東勝利を達成するなど、 同年は15試合に登板して4勝を挙げ、防御率は1.94となっている。同年オフは前年に続きアメリカの教育リーグに参加した。3年目の春、臨時コーチで招かれた長谷川良平からコントロールを意識したノーワインドアップ投法ではなく入団時のワインドアップ投法に戻すように指示されたことが転機となり、同年から 先発ローテーション投手として一軍に定着。この時長谷川からは、ノーワインドアップだと状態に頼りすぎ、肩、肘を痛める。請求難は気にせず荒れ玉は、味方にすれば良いと助言されたという。6月には、初の月間 MVP を受賞している。オールスターゲームに初出場を果たし、当番した第2戦では、角田博光から三振を奪ったのの落合博光に、 本塁打を打たれている。ペナントレース終盤まで巨人を追うチームにあって9月3日の直接対決では188球を投げて関東勝利を挙げ、中3日の当番となった9月21日の対対対応戦でも関勝利を挙げた。はそれまでの速球とカーブだけのコンビネーションが通用しなくなり、前半戦で一勝しかできなかった。このため、江夏豊の助言もあって、 アウトコースの速球のコントロールを磨く必要を感じ、6月から1ヶ月半にわたって2軍で調整を続けた。後半戦は7勝を挙げるなど復調し、チームはセリーグ優勝を果たした。阪急ブレーブスとの日本シリーズでは第3戦に登板し、初回を三者凡退で切り抜けるとペースをつかみ、シリーズ初登板で関東勝利を挙げている。しかし、第6戦では、 福原美音に満塁本塁打を打たれるなど、3回途中7失点で、敗戦投手になった。チームが日本一となったため、前年のワールドチャンピオンとして訪日した、ボルチモアオリオールズと、日米野球で対戦し、第一戦に先発して、カルリップ県やエディマレイラを6飛安打10打つぶりに抑えて、完封勝利を収めている。最終戦でも再び先発したが、敗戦投手になった。 また、同年に結婚している。は、右打者のアウトコースをさらに有効に使うためスクリューを習得し、2年ぶりに規定投球回数に達して9勝を挙げた。は、前年優勝した阪神からの5勝を含め、3年ぶりの2桁勝利となる12勝を記録している。オールスターゲームにも3年ぶりに出場し、広島市民球場で開催された第3戦で先発した。なお、 腰痛のために本シリーズには出場できなかった。オフには800万円増の年俸に400万円推定で契約を公開した。は6月6日まで無敗で7連勝を挙げるなど、好調なスタートを切り、シーズンでは初のリーグ最多脱三振を記録している。は、オールスターゲーム第3戦で2番手として登板し、3回を1アンダム失点。 3月三,三振に抑えた9月に登板した4試合すべてで関東勝利を挙げ、特に9月15日の対巨人戦では1、アンダカンプーの高騰を見せ、2度目の月間 MVP を受賞した。日米野球では第3戦に先発したが、2回4失点で敗戦投手となっている。もう4月に月間 MVP に選ばれ、オフを挟んで2ヶ月連続の受賞となった。 シーズンでは2年ぶりにリーグ最多脱三振を記録した。しかし、よくは金属疲労のような状態で、体が重く本来の投球ができずに苦しみ、11勝13敗と負け越している。速球とカーブの比率からカーブを見逃されるケースが増えたため、スライダーを覚え、はシーズン通算230脱三振を記録して、同年タイトルとして制定された。 最多奪三振を獲得するなど、チームのリーグ優勝に貢献した。日本シリーズでは、前日に、笹岡真嗣がノックアウトされて、ターニングポイントとなった第二戦に先発し、オレスティス・デストラーデニに,にランホームランを打たれたののの8回まで、被安打3、2失点の内容で、勝利投手となっている。監督の山本幸二は、シリーズの流れを引き寄せるため、シーズン中は一度もなかった中三日の間隔で、 川口を第5戦の先発と指摘をした。川口もこれを意気に感じて104球を投げて8回、無失点の高騰を見せ、シリーズ MVP の最有力候補とも言われた。特に8回西万塁の場面で秋山浩二から見逃し三振を奪った速球は二宮清順らから賛された。しかし、リリーフとして登板した第6戦では、 同点の6回西満塁から鈴木康ともに二点的自打。第7戦では5回一死三塁から平野健と田辺徳夫に決勝的自打を打たれている。先発での高等が評価され、シリーズ間当賞を受賞した。契約公開では1、750万円増の年俸、7、550万円、推定となっている。は6月まで2勝8敗と成績が低迷し、 速球を打たれることが多く、シーズンでも6年連続で達成していた二桁勝利が途切れ、オフの契約公開では、自身初のダウンとなる350万円円の年俸、7、200万円、推定となっている。また、同年は、日米野球に出場して、第3戦で、デーブ・ホリンズとシェン・マックに、本塁打を打たれて、敗戦投手となった。は、6月に、 急性左肘関節炎で一軍登録を抹消され、シーズン終盤には左手人差し指が結構障害となっている。なお同年に FA 権を取得したが、行使せずに年俸八0円、推定で契約を公開した。は、開幕から勝ち星を挙げられず7連敗して一時は、先発ローテーションを外れるなど成績が低迷したが、7月以降は7勝3敗と、 調子を取り戻した。一方で、前年に、南地性の岩で倒れた日野市に住む妻の父の容体が9月に悪化し、東京に移住して看病したいと妻が強く訴えた。川口自身は、第二の故郷となった広島に愛着があり、師匠のような存在の王の豊かをはじめとする同僚と、離れることに抵抗があったという。しかし毎晩のように話し合いを重ね、 遠征が続く生活を長年送って、さらに離れて生活したくないと考えたこともり、悩んだ末に、手続きの期限である11月8日の夜になって、球団へ FA 権の講師を連絡した。これは、広島の球団史上初の FA 権講師となったが、11月10日に、川口と会談した広島の球団常務は、気持ちを繰り出したいと話し、異流はしなかった。また、 この時点で、すでに巨人や阪神が獲得の意思を、広島側に伝えている。プレースタイルなどが知られていないパリーグでプレーする、メリットなども考えて西部へ入団するつもりだったが、監督の長島茂雄から直接誘われたこともあって、巨人に入団した。巨人側にとっては、宮本和知しかいなかった左の先発投手を補強できる点や、前年に、 巨人から4勝を挙げていた苦手投手との対戦がなくなる点などを評価されていた。なお、広沢勝美に続いて FA による巨人への入団が決まったことで、同じく FA 宣言をして、挙手を取り沙汰された、工藤君康の巨人入りの可能性がなくなったことが報じられている。遺跡に伴い、年俸は2、0円増の1億円、推定となった。一方で、週刊誌などでは、 一桁勝利が3年続いており、FA 遺跡による高年報の獲得を狙ったと皮肉的な論調の記事が書かれてい。妻の父は遺跡を喜んだ後、1995年の3月に逝去している。しかし左の先発の柱として期待されたは4勝に、終わり、も4月から不審で5月に先発ローテーションから外され、6月上旬まで2軍で調整を行っていた。 この間に引退も考えたが、二軍投手コーチの宮田幸則に誘われて、リリーフに転向した。先発は8月10日の対中日戦が最後となったものの、7月から8月にかけて、負け試合の救援登板で安定した投球見せ、リードしている場面での起用が増えていった。リリーフでは、防御率1点台前半の好成績を残し、9月24日には、プロ16年目にして、 初のセーブを記録している。メイクドラマに向かって調子を上げたチームにあって同じ、左投げの甲の白文と共に、リリーフの軸となった。10月6日の対中日戦では9回裏西で、立浪和義から脱三振を記録し、自身初の胴上げ投手となった。日本シリーズでは、第1戦、第2戦、第5戦の3試合に登板し、計4回に3を無失点で終えている。 からは古傷である腰や左足の痛み方の違和感などから二軍での調整が増え、調整民や小野人しらは若手選手に、投球や心構えについての助言を送っていた。シーズン限りで現役引退。引退試合となった10月3日の対戦相手は、古巣の広島で挨拶の際に、セレモニーに参加した広島の選手に対して、礼を述べた。 引退直後の1998年から TBS のおはようクジラにコメンテーターとしてレギュラー出演し、同局との契約はまで続き、からは CS ラジオに出演している。また、1998年秋には NHK 教育の趣味悠々に出演し、番組内でイタリア料理を学んだ。2は7月31日の広島市民球場における公式戦で、 始球式を行った。TBS や土道系列の中国放送で野球解説者を務める傍ら、プロ野球マスターズリーグでは札幌アンビシャスに所属した。また、タレントとしてテレビやラジオ、俳優としてドラマ、映画にも出演し、趣味である協定の解説も行ったりするなど様々な方面で活動している。2は、故郷の鳥取県で加藤真一らと共に、 社会人野球クラブチームの設立に携わり、12月8日に鳥取北ローズ、後に鳥取ペアキングスが誕生すると総監督に就任した。1年間勤めた後、解説者などの仕事との両立が難しく十分に指導する時間が取れないとして辞任を申し出た。球団からは遺留されたが2007年1月に了承され、関係者からはチームを盛り上げたことを感謝されている。 二は、巨人の宮崎春季キャンプにて、臨時投手コーチを務め、シーズンより、投手総合コーチに就任した。10月19日に、コーチの退任と非常勤でのフロント、編成部入りが発表された。2015年からは、巨人編成部に、在職の立場で、TBS ラジオ TBS テレビ、主に衛星派の BSTBS BS、TBS チャンネル向けの放送の解説者に復帰した。 TBS ラジオが野球中継から撤退した2018年から引き続き同局が裏送りで制作する DNA 主催の中継で CBC ラジオ、中国放送などに出演している。また、ロッテ、西部主催試合では文化放送及び日本放送制作の RKB ラジオ、HBC ラジオへの裏送り中継にも出演する。一番得意な球種は速球で そこに同じフォームで投げるカーブやスライダーを加えるという投球スタイルが基本だった。プロ入り直後にアニア総八から助言を受け、右打者はインコースのクロスファイヤーへの対応を第一に考えて来るので、そこに力のある速球を投げられれば抑えると考えるようになった。体から近くバットの芯に当たりにくいインハイをつくためにグリップのやや下を狙って投げ、 打者が手を出す範囲で最も厳しいコースを突こうとしていた。インハイでファウルを打たせられれば、アウトローの緩い変化球で三振を楽に取れたという。一方、左打者の場合は、アウトコースに目標物がなくて細かい請求が難しいため、インコースへの請求により毛を使った。請求を改善するとともに球種を見破られないようにするため、 リリースポイントを一定に保つことを重視していた。腕の振りが速球とカーブやスライダーで全く変わらないため、打者が打ちにくいだけでなく、捕手もキャッチングが難しかったという。このため巨人では、ノーサインで、川口の投球を取れる立川光雄のような捕手がおらず、空振りを取っても、パスボールになることも数回に上った。その立川とはバッテリーを組み始めた頃は全く息が合わず、 気分が乗らず試合開始直後にサインに3回連続で首を振って立つ川を怒らせたこともあったが、投手が類に出ても牽制球を投げたりする川口の独特のリズムを尊重し、打者の弱点を攻めるよりも投げやすさを重視するようになって相性が良くなったという。このように村気があり、何でもないような打者に簡単に支球を出すことがある。一方で、強打者に対しては非常に 気持ちの入った投球をして抑えていたという、コントロールが良くないこともあり、ツーストライクまでは保守に大きく構えてもらい、追い込んでからはコースに体ごと構えさせて集中力を高めて勝負に行っていた。速球については、時速 140km 台の球速やコースよりも、思い切り握って、スピンを効かせて手元で伸びるようにすることを心がけたという、速球にキレがあるため、 狙った場面で確実に三振を取る力があり、の3回にわたって、セリーグ最多立つ三振を記録している。下半身を粘らせ、玉持ちを長くして、顔の前でリリースするようなイメージで投げ、打者からは伸びがあって、急速以上に速く見えると言われた。このために腰を中心に体を縦に回転させ、体の前で速く腕を振って、肘を前に出しながら投げた。 現役だった1980年代から1990年代は、後年と違い、速球のキレと球威があれば、変化球に多少難があっても、打者を打ち取れた、と語っている。右打者に対しては、カウントを稼ぎたい時に手を出しやすくするために、あえて肘を下げて、上下の角度をなくして、球の出所を見やすくして投げることもあった。また、左打者に対しては、リリースの際に、 中指だけにボールを乗せるような投げ方で微妙なシュート回転をかけ内角に食い込ませることも多かった少年時代に目標としていた三浦敏夫の影響でまずカーブを覚え続いてスライダープロ入り後に縦の変化球としてフォークボールやスクリューなど研究熱心で2、3年ごとに新しい球種を習得していたなお実践で投げることが変化球の上達には 最も重要で、例えばフォークボールは、タイヤクルト戦の大杉カツオの打席で初めて投げたという。カーブは、手のひらとボールを離す、特徴的な握り方で、リリースの際に、中指でボールを潰すような感覚で投げると、スピンのかかりが良かったという。軸足でタメを作ることが重要で、現役晩年は、カーブの曲がりが悪化していた。リリースポイントの位置を変えることで、 速いカーブと遅いカーブの2種類を投げ分けていた。左打者に対しては内角に投げると頭の上で消えるような軌道だったという。スライダーはカーブと同じ握りで手のひらをボールにつけ、離す瞬間に手首を斜めに向ける以外は速球と同じフォームだった。打者からは速球と同じ軌道から曲がって消えるように見えていたとい。試合で初めて試したは立川に酷評されたが、 徐々に改善することができた。この球種を習得したことで1991年はリーグトップの230奪三振を記録したが、その後は変化量が落ちていった。左打者には主にアウトコースに投げて三振を取りに行ったが、野村健次郎との対戦をきっかけに意表をつくため、インコースにも投げるようになった。スクリューボールはフォークボールをベースにしており、リリースの際に、 ボールが曲げた人差し指に引っか,かって外に逃げながら落ちていた。また中指は縫い目にかけなかったという。右打者に対しては有効だったが左打者には通用しなかったためシュートを習得した。速球から少しだけ変えた握りで投げて変化量はわずかだったが左打者に対しては狭い角度で入ってくるため内角に投げると打球が詰まらせる効果がありカーブとの組み合わせが 効果的だった。コントロールが悪かったため、上半身をブレさせないよう下半身でリズムを取ることを意識していた。シーズン最多冒頭を記録したほか、には、通算冒頭数のセリーグ記録、従来は、ゴンドー・マサトシの69を更新している。一方、四球を含めて、球数が多いもののリズムが良いため試合時間は短く、守備についている野手の集中力が切れなかったという。 落合博光からは、10死球を出して150球以上投げても、関東勝利を挙げるようなタイプと評されている。支給を続けて満塁になって、次の打者にも3ボールレイストライクとなるようなことも少なくなかったが、そこからは粘り強く点を簡単に与えないなど、普通の打者とは支給の意味が違うと、立川光雄は後ている。また、一般的に投手が不利とされる三ボールーストライクや、 3ボール1ストライクのボールカウントを非常にうまく使うと評されていた。打者が高確率で打ってくるこれらのカウントでも腕をしっかり振って投げるため、ボール球でもスイングさせたり、甘いコースでも力が入って打ち、損事となることがあったという。1年間を通じて先発ローテーションを守るため、体力をつけるとともに2軍での調整も視野に入れて、 不調の時期をなるべく短くすることを心がけていた。毎年二桁勝利を挙げることを先発のノルマとして捉え、ペナントレースが6ヶ月のため毎月2勝という目標をクリアするために月の初めの当番で勝つことに全力を注いだ。ここで勝つと残りの試合は非常に気が楽になったという。先発では関東を常に念頭に置き、5回までは全力で投げて、 以降は、毎回先頭打者を出さないよう注意し、8、9回は一人ずつ抑えていくことを重視していたと、いう。打者1巡目は速球を軸にカウントを整えて2巡目は、カーブに切り替え、持ち球の中で比重を変えながら、配球を組み立てていた。また、先頭打者については試合を通じて、出塁を防ぐことを意識してい、立ち上がりを苦手として3回までに何度も、ピンチとなったが、 そこを乗り越えるとスムーズに勝利に向かうことが多かったという巨人遺跡後に先発を外れた時は現役をやめようとも思いリリーフ転向後も一球ずつ全力で投げるなどのリズムをつかむのに一ヶ月かかった警戒する打者にはボール球で入って四球になれば次の打者と勝負という先発での投球スタイルが通じないため苦手な打者でも大胆に勝負することを心がけたという また、宮田幸則の指導で歩幅を短くして、軸を作るフォームにしたところ請球が良くなり、打者の狙うコースの近くを狙って、球数を減らすような投球スタイルに変化した。負け試合を整えていくことは難しかったが、中継ぎや抑えを経験したことは、長期的にプラスになったという。落合博光との対戦成績は118打数32安打で、打率27、271。 6本塁打、15打点と特別に良くはなかったが、落合からは、プロで唯一の精神的な点滴というほどの苦手意識を持たれていた。ボールを呼び込む打撃スタイルが、左投手と相性が悪かったことに加え、速球のキレとコントロールの水準が一試合を通じて、高く、投球パターンを研究しても、投球の途中で球種を変えられてしまい、深く考えず、 本能的に立ち向かうしかなかったという。また川口が前世紀に一郎と対戦していれば、シーズンを通じて抑えられる可能性が最も高い投手だっただろう、と語っている。一方、川口自身も、落合との対戦は一試合を通じた駆け引きなどが非常に面白かったと述べている。普通に勝負すると打たれるため、一球一球を大事にして伏線を使いながら抑えようとし、 勝負の過程を互いに堪能していた。広島時代は巨人キラーとしても活躍、対巨人戦33勝31敗を記録している。対巨人戦で30勝以上している投手の打ち勝ち越しを記録している選手は、星野千一、平松正二、川口の3人だけである。同時に阪神キラーでもあり、1983年には、 阪神戦3試合連続完封勝利を記録。1987年は5勝0敗。1988年は5勝1敗の高成績を上げるなど、広島時代だけで巨人戦を上回る通算34勝21敗を記録した。また巨人移籍後に阪神から2勝を上げており、大阪神戦の生涯成績は36勝21敗となる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。